生命様、生命、はい、生命様を修正の、もう、もしかして、いや、少しばかり、か、神楽様、不思議な子ですよね。生命。あ、神楽様、別に、どうかしたのか。生命にお客さん。頼む。うわ、さあ、私と共に戦ってくれ。戦場にまず初スキルを発動する。ジュフ対天佑を心のままに。眼中腰に抜刀。琉球如立よ、抜刀。陰の我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ、生命は殺させない。あれは呪術、神楽様にそんな力が。ダメだ神楽、それ以上そのものを殺してしまう。神楽、すごい、よくわからない。ひとまず、うん、目がいきなり襲う。まずはどうやらはつま先は、それでならばそれは、え、どう、琥珀、もな、わか、一度だけ、みんも、おまこ、分かってもし、生命さん、ここは陰陽師として式神を召喚してみましょう。覚えていますか？この世には幽霊や生命、式神召喚にはいくつか種類がありますが、さあ、礼符に樹の文様を描いて式神を召喚してください。その時には救急如立寮の祈祷もお忘れなく。いい、了、救急如立寮。よかった、そうだ、ついでに樹の文様は式神との契約の印ですから、間違わないようにしっかり描いてくださいね。氷で閉ざした。おお、鼓動などあるはずない。すごい式神を召喚しちゃいましたね。さすがは生命様。すべての式神は。いかなる時も。ここが、まき、力を行使せよ、救急如立寮。